そろそろ始まると思いますので。始まってるんですかね、これ。ちょっと待ってくださいね。今、YouTube の方で確認します。始まってたら、多分 YouTube の方で見れると思うんですよね。うん、あえっ、ー、とね、多分始まりましたね。あ、そうですか。はい。じゃあ,あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介します。あの映画監督をしてます、入江優です。よろしくお願いします。 じゃあのちょっと今回 <laughs> あの福永さんを呼びしたのはですねちょっと僕がこの「シュッシュの子」っていう映画をもうすぐ撮影に入るんですけどちょうど福永監督の新作が10月17日ですかね。はいそうですアイヌ・モシディが公開になるんであのちょうど僕が撮影中になっちゃって今しかお話を聞くタイミングがないなと思って。あ であのー、ちょっと先日、飛車に呼んでいただいて見たんですけど、本当にすごい映画で、アイヌモシリ、ちょっとこれをどうやって作ったのかを聞いて、ですね僕の自分の自主映画にちょっと <laughs> 生かしたいなと思って <laughs> あの、お呼びしたんですよね。ありがとうございます。この前、ですねそのの後ちょっとあの一緒に食事させてもらったんですけど、僕と福永さんが最初にお会いしたのって、ニューヨークでしたっけニューヨーヨクのジャパンカッツで、はい、イさんが なんかちょっと特集上映的に何本かあのう、ね、まとめて上映されていらっしゃった時にお会いしたのが初めてそうですね。ニューヨークで多分映画の上映の後に多分一緒に飲んだりしてで福永さんはあの時ニューヨークで活動されてたんですよね。そうですね。一応去年の夏まで向こうがベースでした。はい。はい、今はもう日本に帰られてきてますか。日本はいそうなんです。うん、あの結構あれですね大学時代からニューヨークに行かれてたってかなり長いこと言ってたってこと思うんですよね。 そうですね10、計16年になってましたそうですよねであの、ちょうど2017年ぐらいですかね、福永さんの初長編の,あのリベリアのシェロイチっていう映画を、日本でで公開されたんですよねそうですね、あのー、作ったのは2015なんですけど、まあはい、日本の公開は時間がかかってしまって、2017でした。 そうですねあれを見てあれもすごい映画だなと思って <laughs> あの、えーとまあ、ニューヨークと、えーまあ、リベリアアフリカ大陸ですよね、はい、2> の2つの,あのロケーションで撮影しててであのいわゆる日本人の監督が撮るとこう主役を日本人ですむのかなと思ったらちゃんとその現地の人をキャスティングしてて相当なんていうんですかね僕ら日本でこう活動してる作り手から見ると。 ちゃんなんかワールドワイドな、うん、あの視野のやっぱり方だなっていうふうに思ったんですよね。はあ、恐縮です。ちょっとそのアイヌモシリに行く前にちょっとリビリアの白い地、まあもしかしたらまだ見たことないっていう人もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとなんとなく作る経緯みたいなのっていうお話いただいてもいいですかはい。えー、っとですね、まあえー、まあまず移民の話をやりたいというのがあって、まあ僕も、うん 日本人で、まあ、移民の一人だったんでそのアメリカニューヨークっていう場所でそれでその,そのバックグラウンドを考えてた時に、まあ、日本人とかも考えたりもしたんですけど、うんえー、たまたまそのタイミングでそのリベリアの、えー、ゴム農園で働く労働者についての、えー、ドキュメンタリーにかかることがあってでまあそこで、えー、知らなかった現実とかいろんなものをすごく 衝撃を受けて、うん、でこれをこう何かの形にしたいっていうふうにまあ思い出した時にその移民の,あのバックグラウンド背景としてあのリベリアの,そのゴム農園の労働者がニューヨークに渡ってえ働くっていうふうなあのこう2つ組み合わせることを思いつきまして、はい、でまあそうすることでなんかあのまあゴムの原料をあの採取してる。 あのところで働いてる主人公なんですけどそういうのがまあ遠くの話じゃなくて自分たちも身近にこつながってる話だっていうふうにあの伝えれるんじゃないかと思って、あのー、それに決めまして、まあ、最初はまあ日本人の自分があのやっていいのかとかいろいろ悩んだりもしましたけどまあやっぱりなんていうんですかあの映画ってねあのー 背景に見る人の背景にかかわらずこう共感してその感動を与えられるものなので、うん、そのちゃんとこうあの姿勢が間違ったことをしなければあのそれでテーマがそういう人間を描くっていう姿勢であれば、まあ、間違そういういやってもいいんじゃないかと思ってまあ、はい思い切ってやりました。結構あのー、僕ら世代 だっったりとと、かっていうのと福永さんも同じ世代だと思うんですけどあのニューヨークだけじゃなくて結構世界に行って映画の,その世界に飛び込んでる人って結構多いと思うんですけど割とその日本人ををにして映画を撮ることとが多いと思うんですよ、ね、あのまあ異教の地で頑張ってる日本人とか,かそういう意味で言うと完全にその国籍というかあのが違う人を主役にするっていうところはね本当にすごいなと思って。 だからあの福永さんが撮られてるっていう風に知らなかったら本当にリベリアのルチってあのアフリカの人が撮ったんじゃないかとか映画を見ていくと最終的にそのニューヨークでまあ移民として働くシーンとかであそうか福永さんが経験したアメリカっていうものが多分そこに反映されてるんだろうなと思うんですけどかなりですね何て言うんですかこう日本のドメスティックな世界で生きてる人間からすると。 ありがとうございます。まあ、あの、アメリカで長い間行ってたからでき、思い切ってできたことだとは思います。あれはなんかあの、の多分ちょっと前、ニューヨークで飲んだときにお話聞いたんですけど、なんかアメリカで福永さんが資金集めしてて、なんかこうバ、バイトかなんかしてて、お金を集めたっていうのを聞いたんですか <laughs> バイトで、すみます。<laughs> それめっちゃ裏話のやつで、あの、バイトで貯めたんじゃなくて、バイト先で知り合った人が、すごい額を出してくれたっていう。これ、あれす言っていい話、大丈夫ですか、それ。まあ、はい、あの具体的な額とかで、なんか、バイト先で毎日来てた不労者みたいなおっさんが、すげえ金持ちだったっていう話ですよね、<笑><笑> <laughs> なんか。ちょっとあの言い方があれ、不労者まではいかないですけど、あ、そうですか。はい。 そうですね、お金持ちだと思ってなかったあの知り合いがあの蓋を開けたらそういうことで、はい、でもそれは福永さんがバイトしながらその人にずっと映画を撮りたいんで俺はって話をしてたってことですよねしてたし彼もなんかその自主でたまにこう制作をしていてあそうなんですかまあすごい映画好きな人で自分でも撮ってるし、はい、で,、あのー、でその自分今長編撮るために脚本書いていろいろやってるんだみたいなことをしたら、うん あじゃあ自分がその手伝えるかもしれないから行ってよって言われて、はい、手伝うってどういう手伝何手伝ってくれるんだろう <laughs> 思ってこういうことだってたんですけど、ね、すごいですよねだからそれってアメリカンドリームみたいな話で、はい、あの僕もそのハリウッドとかもちょっと見学に行ったことあるんですけど大体ああいう街ってバイトしてるそのウェイターさんとかってホに映画の世界に入りたい人ばっかりじゃないですかはい、はい、ニューヨークでそのなんかね俺は映画を撮りたいんだって言ったらたまたま <laughs> それにこう出資してくれる人だったっていうのはすごいことだなと思って。うん、めちゃくちゃゃくラッキーですよねラッキーだし、あのうん、教訓としてはですね、やっぱりこう、うん、夢があったら、基本的に喋りまくった方がいい,僕はいいと思ってるんですよね。うん、あそれは僕特に日本人って結構謙虚で、うちに秘めた気持ちみたいなことがあるんですけど、基本的に言葉にしていくと、なんかそれって実現に近づく可能性の方が高いじゃないですか。うん、うん だから、福永さんの話聞いて本当にあるんだなと思っていや、えーね、僕も <laughs> まさかあるとは思ってなかったですけど、はい、まあや,やっぱり話してるとこうあのアンテナがそっち側に向いてるんだっていうのを周りに伝われば、うん、何かあった時にああこういうの聞いたよみたいなことを向こうから言ってくれることもあるし、はい、あれリベリアの白いは撮影されてたのいつご何年頃ですかえと2013から14にかけてですね。あ本当ですかで 完成が2015です、ね、ああで、はい、日本のここ2017なんで結構時間はかかってるわけですよねそうですねまあなんかいろいろあのー、セールスポイントが見つからないとかいろいろ言われたりしましたけど<笑><笑>それは日本の中でのセールスってことですかはい、はい、あ今ちょうど YouTube の方にコメントであの上映時に僕とのトークの会を見に来ましたって方がいらっしゃいますねあそうですか、はい、ありがとうございますいや本当に僕これあの初長編 映画だとは思わなくてびっくりしたんですけどあのちょっと、まあ、新作のお話に入っていきますが<あ>アイヌもっしりこれですねあ,ありがとうございますこれこっちに来たかと思ってあの、まあ、福永さんに次何の映画を撮るんですかみたいな話を多分させていただいた時に、まあ、次はちょっとアイヌの話をちょっとさ、まあ、調べてるんですみたいなふうにおっしゃっててで今年 なんか完成して、はい、えっと試写があるっていうことで、あ本当に作ったんだと思ってびっくりしたんですよね。これもリビリアの白ロイチをなんか作りながら構想があったんですか？そうです。もうあのー、完成する前に次は愛の映画を撮るって言ってまして、<ー>それはまあいろんな理由があったんですけど、まあそこからあのー、ある意味。 リベリアよりもっとそのドキュメンタリー要素が強いというか、うん、あの特別出演で三浦ークさんとリリー・フランキーさんと、はい、あとあの現地の釧路、えーえー、の劇団の方にちょっとしたあの観光客の役とかお願いしたけど、はい、基本的に全部あの現地のに実際住んでるアイヌの方に、まあ、本人役をお願いするという形だったので。 あのまあ、関係作りからキャスティングというか、そういう、まあ、資金集めにかけて、全部、時間はやどうしてもかかる作品でしたあの多分まあ映画の劇場公開が、えっと、10月の17日からで、パンフレットとかには、分その福永さんがこの映画を作られた経緯とかも多分載るんだと思うんですけどあの、まあ、一つはあれなんですか、福永さんご自身が北海道の出身だったってこともあるんですか。 は大きいですねその<ー>大きいし、やっぱりまあリベリアの時もそうですけど、アメリカに行って、その何<え>て言うか、視点がいろいろ変わったっていうのが大きいと思います。北海道のどちらなんですかのあのー、伊達市って言ってですね、室蘭、まあ、知らない、普通あのもう知らないっす3万人ぐらいのとこなんですけど、<laughs> はい、まあ室蘭っていうとこがあって、そこの近くなんですけど、あ<ー>あのー、まあ なんていうか学校でそのアイヌのことをちゃんと学ぶっていうことも僕の世代の時はなかったし同級生だったりなんあの周りたまにこのアイヌのこう見たいよっていうことがあっても、うん、別にそ,のそれをこうなんていうか自分から言ってるわけでもないし、うん、その聞いていいことかもわからないし、はい、なんかこう悶々とした感じであの思春期を過ごしたんですよね。 割とその伊達市にもアイヌの方っていうのは北海道各地やっぱりあのまあ地域にはよると思いますけど、はい、あのいますしだしただその本人が言ってるか言ってないか下手したらこう自分で知らない場合もあったりとかだから何をもってしてうあのアイヌという戦略をするのかっていうのはいろいろ議論意見があるところですけど。うん、はい、うん まあ、もちろん北海道はもともとアイヌの,あの人だけが住んでいた場所なので、うん、それはやっぱりそのいろんな形であの人だったり文化だったりっていうのはまあ残ってるんですけどそれをこう知らないで、まあ、高校卒業まで北海道にいて、うん、で出てでその少ししてアメリカに行ってあの向こうに行くとやっぱりネイティブアメリカンのことがみんな。 まあネイティブアメリカの土地を奪って自分たちがいるっていうニュースもしっかりあるし、うん、それについての問題とかもいつもこう議論されていてそれってアメリカでは割と議論は普通にされてるんですかネイティブアメリカの問題っていうのはそうですねもちろんあの個人地域差個人差っていうのはももちろんありますけど、はい、やっぱり日本のアイヌのことについてよりはよっぽど理解度だったり、はい、意識が高いというか。 そういうのがあってまあそういうのをあのまああと最初僕ニューヨークじゃなくてあのミネソタ州っていうい地方の州に最初2年いて、はいうん、そこはネイティブアメリカン割と多いんですよねうんそこは存在感強かったっていうのもあると思いますけどそれで僕自身もですね結構夕張国際ファンタスティック映画祭とか、まあ、今年も札幌でちょっと上映会があったりとか結構北海道行くんですけど、うん、あの本当このアイヌモシリを。 見,見るまではというか、本当にそのアイヌっていうものの文化とかやっぱり、うん、えと学ぶ機会が全然なかったなと思ったんですよね。うん、それって多分、福永さんも北海道にいたときからほぼ一緒ってことですかそうですね、で現在もあの今の小中学校とかだとこう別冊でアイヌのことについての教材があったりとかしてるみたいなので、うん、あの昔よりはいいみたいですけど。うん やっぱりまだ今の例えば20代30代とかそれあの上の人でもあの北海道にいてもアイヌのことはほとんど知らない人の方が全体的には多いんじゃないかとそれでこの,、まあそのアイヌっていうものをあの、まあ、北海道に帰って取ろうっていうふうに思われてあのどういうアプローチの仕方というか、まあ、いろいろそのアイヌの話を取るって言ってもあるじゃないですか。あの 僕なんかすぐ話を聞いてパッと浮かべたのは、あの成瀬幹雄監督も撮ってますよね、アイヌの映画とかを。まあ、いくつかにその日本の映画史の中にあるんですけど、多分福永さんがやられてるアプローチって全然別の方法で、うんあの、今まで日本の映画でこれやった人いるのかなって思うような手法だと思うんですよね。どこからまずそこの、まあ、アイヌっていうものに入っていったんですかえっとですね。あのー そのに認知度がやっぱり全体的にあの低いっていうのも、はい、あのアイヌの映画を撮りたい撮る意味があるんじゃないかと思って大きいんですけど、うん、でその今おっしゃったように「それあのコタンの口笛」っていう成瀬三樹夫の映画とか、はい、数本アイヌを題材にした映画はあるんですけど「森と湖の祭り」とか,っていうか。ああありますね。はいはい、だけど、まあ、それも本当にフィクションは数本で,でその中で。うん 基本的にはアイヌ役もあの、まあ、アイヌに対して和人っていうんですけどそのアイヌじゃない和人が演じてきてるっていう、まあ、歴史がありましてでそれの中でそのアイヌ役をちゃんとアイヌの皆さんにあの演じてもらってあのつく映画を作るっていうのはまあ、まあ、おそらく今までやられていなかったしやる意味があるんじゃないかと思ってあの、まあ、全体的には例えばアメリカとかでネイティブアメリカの話で。 ネイティブアメリカンに実際演じてててもらってっていうのはあるんですけど結構アメリカだとね最近ネイティブアメリカンの方が出演する映画って増えましたよね、うん、でも日本だと、ね、あの沖縄の方の映画って結構多いじゃないですか。うん、まあその吉本があの映画祭や沖縄映画祭やってたりとかするのもあると思うんですけど逆にその北海道の方の。 アイヌっていうものを扱うっていうときに、どういうとこを取っかかりにするのかっていうのが、その本当に福永さん、もうあれですか、なん体一つでぶらっと行って、取材したんですか <laughs> です、ね、最初はもう、あの一人でいろいろ回って、誰だこいつはっていうところから、はい、<laughs> もう男はつらいよう <laughs> トラさんみたいな感じですよね。<laughs> まあまあ、リベリアの時も同じようなことをやってたんで、あれ、リベリアもう一人でリベリアにまず取材行ったってことですか。そうですはい あじゃあリベリアの距離に比べたら、まあ、アイヌの方がまだ近いというか、まあ、まあそうですね、はい、まあそのむ難しさはまた違う難しさがありましたけどまあそうですよねあの近いからこそ難しいってところは多分あると思うんですけど、うん、あのこのアイヌモシュリの中に出てくる町って実際にあるところで撮影されてるじゃないですか、はい、でいくつかそのコミュニティって多分あるんですよね ありますけどやっぱりそのまあ撮った場所がアカンっていうところで、はい、アカン湖って湖の近くなんですけどそこほどこうコミュニティがあがしっかりあるというかまあ距離的にも、うん、あのまとまってる場所が、まあ、僕の目から見当たらなかったのであそ,うすかそれが大きかったですねそこにしたのは,は,は。はは、うん、その阿寒でこう全て撮ろうっていうのを決めてえっとまあ脚本とか書き出したのはいつぐらいなんですか ええー、2016年ですね。ああ、じゃあもう本当4年前ですね。えー、そうです。2016年の夏。はい。まあ、悪寒に最初に行ったのがそれぐらいだったんですけど。はい。はい。で、その後あのー、フランスのレジンシーに通ってもらっ通,通らせてもらって。あ、かレジンシーってなんですか。あのー、えっ、ー、と生活費とかが出てそこ長期滞在をして脚本を書くっていうプログラムがあって。 それが、あのー、に通って、大四4ヶ月半、フランスでアイヌの話を書いてたんですけど。<laughs> いや、すごいですよね。そのフランスの映画文化に対する情勢ってすごいですよね。いや、すごいです。本当にそ,ですその自分の国で別に撮影しなくてもいいわけですもんね。んはい、そうです。で、まの要素は何もないですか、まあ、ないですよねその。映画を作るために、まあそういう支援をしますってことですよね。はい。じゃあそこで書き上げて、また赤に戻ったんですかまた、はい、戻っ でえー、その後今度はエルサレムの脚本ラボに行それも3回行ってるんですけど、はい、えとずっと2017年の末まで、えー、その脚本でずっと書いていてキャスティングもこれは同時進行っていうかあの見つからないと成り立たない企画なので,、はいでまあ、資金集めもそうですけどその脚本を進めながら動いていたんですけど。うん どうしてもその主人公の役が見つからなくて、はい。でっていうのも、最初は青年の話だったんですよ。あ、まあ、完成したい側と、ね、少年というかですけどなんですけど、えー、最初は青年の設定で、はい、それがあの敵役が見つからなくて、はい、で一回白紙にしてあの、彼に少年の話にすることにして、はい、監督君、その主人公の監督君。下倉君ですか、はい、はあのこう何度も あの行くたたびに会っていたので,で、まあはい、すごいあの面白い子だなと思っていてで、まあ、この子しかいないと思って改めて、えー、と脚本少年で書き始めたのが2018の初めていやこの監督ね本当素晴らしいですよねその結構まなざしが本当になんか俳優かどうか最初分かんなかったんですよ。 その素人の一般の人なんだろうなっていう予感もあったんですけどちょっとそれにしてはちょなんですかね特別な眼差しを持ってるんで、うん、これどっちなのか分かんないままずっと見てたんですけど、うんうん、じゃあ全く本当に演技を初めての方なんですかはい初めてですわあすごいですね、うん、いやちょっとねあのうんこの子を見つけただけでこの映画はもうなんか勝ちな感じがすごいするんですよね め恵まれまれしたれ、ね、えー、あのもちろんあのデボさんっていうね結構い、うん、物語のキーになるあの本当に熊みたいな人とか出てきますけど <laughs> あの結構魅力的な大人の人いっぱい出てくるんですけどやっぱり圧倒的にこの主人公を見つけたことによって映画が動き出している感じがするんですよね、うん、そうですね本当にどうやって見つけたんですかその赤カンの街いやあのー、その実のお母さんのエミさんおばさん役で映画にも出てるんですけど、はい、エミさんの 通して最初にアカンにあのいろんな人を紹介してもらって、はいうん、で行くたびにお世話になっていて、うん、だったんであの監督もいつも、まあ、近くにいて、はいでまあ、接してはいたんですけど最初はこう青年の話だったので出演者としては見てなかったんですけど、うん、で、えー、と一回白紙からにしてで先にキャストを決めようってなって、はい、で本当に少年かあの年配の方しかいないのでで,、うん、で少年の話ってなって。 も菅野君はもう本当にすぐそこにいて <laughs> で,でまああとは中学校自体、えー、と全校生徒で何人だっけな30人もいないようなそんなちっちゃいんですか赤はい感じなんでまあ候補がまずその時点ですごくああ<ー><何>いやでもやっぱりこれのあのー、まあもちろんねこの赤んに住んでらっしゃる大人の方もいっぱいいると思うんですけどその 大人の人を主人公にするかその少年を主人公にするかで全然違う話になるじゃないですか。で特にアイヌっていうものが持ってるなんていうんですかね、まあ、映画の中でも描かれてますけど、あのー、文化として多分微妙に少しずつ縮小していくというか人口も多分減っていくだろうしっていうところでこの先どうなっていくんだろうっていう問い、うんうん、っていうのはやっぱりこの少年を主人公にしたことによってかなり出てると思うんですよね。うんあのー、なんだろう 彼が背負うのか背負わないのかっていうのも含めて、やっぱり映画のすごいサスペンスになってて、映画として84分ぐらいですよね、これ。ね、めっちゃ短いんですけど、はい、なんかすごいその奥行きがあってですね、やっぱり見終わった後数日間考えて、いまあ、未だにこうやっぱチラシを見返すと、この彼の気持ちをずっと考えるんですよね。やっぱり あのこの少年と出会えたっていうのは福永監督にとって相当大きかったなっていう気はすねそうですね、それはこんなことでした。本当あと、そのアイヌっていうものの,その、なんていうんですかね、えっと、歴史性もそうだし、まあ、今回だとその、ある、まあ、儀式みたいなことを描かれてたりしますけど、この切り口からいこうっていうふうに決めたのっていうのは、なんかあったんですか、とっかかりが。うーんと なうん例えば、その成瀬セミょうの映画でいうと、ちょっとなんですか、差別的な要素とかも強かったりするじゃないですか。はいはい、で、今回の映画に関しては、そこっていうのは、ある種、なんていうんですかね、えっと、描いてないところで、うん、もうちょっと内側の話にフォーカスしてると思うんですよねそうですね、あのー、さらっとなんか心ない観光客からの一言とかはあるんですけど、うん、そこはあまりにあの趣という 焦点を当ててていなくて、はい、あの手、ー、の、まあ、脚本を書いてる中でその度合いが多少違ったバージョンもありましたけど、うん、やっぱりその,あの現代のを生きるそのアイヌの,あの話にするっていうのはすごい最初の方から決めていて、うん、っていうのも、あのー、どうしてもやっぱりあのここ数年だとまた認知度も上がってきてはいますけど、はい、アイヌって言ってやっぱりこう あのちゃんとしたこう理解というか知識がない人の方が多くて、まあ、偏見とかも多いので、うん、やっぱりその映画をこう不特定多数の人にこう向けるようにこう作る中で偏見をこう助長するようなことがあってはいけないと思って、うん、それをもっとこう等身大でというかあの本人たちは本当に日本にいる現代人として、はい、普通に僕らと同じ生活をしながら愛のアイデンティティを持って生きているので、うん、なんかそういうもっともっとこううち 打ちたい外よりは本当にうちの中の,あの話にしたいなっていうは、うん、で実はその視点って結構あのむしろ難しいんじゃないかと思ったんですね。うん、というのはその福永さん自身がその今までは割と外だったわけじゃないですか。うん、その日本にいて、まあ、アメリカに行く前までは割とそと内側のことに触れずにアメリカに行ったっていう経緯があってそのうちと外っていう対比の方が多分。 一般的には描きやすいんですけど、うん、そうではなくてその内側に徹底的に入っていくっていう姿勢が本当にすごいなと思って同じ映画を作る人間としてなんかこうどうやってそれが可能になったか教えてほしいなと思うんですけどあいやあのこ,れこれに関してはだいぶあのキャスティングのによるところもすごく大きいと思っていてもちろん今入江さんがおっしゃったように。その 自分はあの北海道で生まれ育ちながらもはあのアイヌではない和人なので、うん、そういう立場からあのどうやったらその間違ったことをしないであのアイヌのことを描けるのかって考えたときに、うん、まあキャスティングをそのアイヌ役をアイヌにお願いするっていうのも一つですけど、うん、あのもういろんなあの方法でその現実にあるその姿だったり あのー、そういう声だったりに近づけるっていうことを、まあ、自分の中でこうできる限りやってその方法として一つはまず皆さんのこと話を聞いてでその本人にもうあて書きであの脚本を書くんですけど、うん、でもちろん会っていっていろいろ話が出るたびにその本当に出た言葉を脚本に入れたりとかかなりこの実際の,その人物だったり出来事をベースにしてるんですけど。 さらに現場であの脚本をもちろん内容を分かってもらうにために読んでもらうんですけど、はい、えと暗記してもらうようには言わなくて、うん、で現場でその自分の言葉であのあの話してもらうっていうふうに、ん、方法を取ったのでアド,アドリブもかなり出てやっぱりそのドキュメンタリー要素がまあその分強くなったというかその本人にその近づくっていう意識をいろんな形で。そうですね、あのーまあ 手法とかその演出方法は全然違いますけど、なんかちょっと、えっと、カサベテスの映画を見てるような、これ、どこまでその脚本にあったのかとか分かんないようなシーンもありますよね。あのねはい、ミーティングじゃないですけど、ある種、議論が行われているところの方たちの,そのセリフっていうか、言葉っていうか、議論があ,のあまりも生々しすぎて、うんうん、あこれ、本当に多分自分たちが思ってることを吐き出してるなっていうのと。 福永さんがどこまで描いたんだろうっていうのは、ね、もう分かんなくなるシーンはありますよ、ね、あれはあのシーンはだいぶ吐き出してもらっていて、はいあのー、本当にいろんな声が意見が出て、あのー、まとまらなくぐらいな,、ま、なかなかまとまらなくなるぐらいになって、うん、で追加で撮影したりとかして追加でで撮影したんですね、あのー、1回の撮影でその終わらなかった十分撮れなかったので<ー>もう1回やってで あの実際に使われてるものの、もう結構もう半分ぐらいはその時きで言葉だと思います、うんまああのー、そのシーンっていうまあまだ見てない方がほとんどなんで、あのー、なかなかあれなんですけど、まあ、このアイヌモシリンの中でで、あのー、一つ主題となっている、この村のかつて持っていた儀式っていうものをやるかやらないかみたいなことを、まあ、議論するんで、結局答えは出ないっちゃ出ない話なんですけど。 そこで語られていることの生々しさというかリアリティがやっぱりちょっと普通のフィクションの映画ではないという感じがしますね。うん、ちょっとあの質問が来ているので一つだけいいですか。あはい、これアイヌの方ですでにこう作品を見た方がいた、まあ、多分いると思うんですけど、この出演者の方とか、どんな反応だったんでしょうかっていうのが。あのー、出演者の方はまずできて一番最初に見てもらって、もちろんその、まあ、チェックというか、その彼ら がちちゃんんとででもちろん作ってるのでそれは最初に見てもらってえとあとはその死者の時に何人かあの東京に住んでらっしゃるアイヌの方も何人か来てで一番最近だったのその死者で受けたあの反応ですごく覚えてるのがそのまあ本当に今話してた内容に近いんですけどどうしてもアイヌの何かが あの映像だったり何か作品が作られる時ってそのまあ美化過,度過剰にこう美化されていたり、うん、こう何かしらのこう,こう作る側のこう作為みたいのがすごく出ちゃってる場合が多いんですけど、うん、そういうものを感じなかったと。うん、でその,そ,のそういうなんていうか違和感とか、うんうん、そういうものが何も感じなくてそのみんながその本当にで実,際し実際の人物を知ってる方だったので、うん、あの本人たちが。 そのまあ自由にやって自然な形であのそれが映画になっていてそれがすごく良かったし何かそういうふうに映画になるんですねってまあ普通に普通にてかあの驚いてましたまあコメディとかではないですけどやっぱ笑いとかって起きるんですか笑いあの知ってる人本人を知ってる人ならやっぱり <laughs> そうですよね、うん、あのやっぱり本人を知ってる人からするとあ演技してるなって思うわけですもんね演技してるなとかも 割とそのままだなっていう感想はあな,るほどなるほど、はい、あの普通普段の生活のまんま出てきたなみたいな感じで笑いが起きるみたいなことですよね。うん、まあ、このやっぱり主人公の下倉君と、あの、デボさんっていう方ですかね。秋部,秋部さんっていうもですかね。はい、この二人はやっぱりすごい強烈ですよね。そうですね、もうデボさんは本当に素晴らしい、えー。デボさんは僕、普通に、あの、他の映画も出てほしいですもん。いや もうあの本当にあのできると思うんでそうですよね人味やきたたいとかね普通に出ててもおかしくないなと思うんですけどめちゃくちゃ強烈な個性を持ってますよね、はい、で多分昭和の日本人の俳優さんってこういう何ていうんですか厚さとか、うん、あの濃さっていうのを持ってたんじゃないかなと思って今は多分俳優になったらすごい引っ張りとこになるんじゃないかなと思うんですけど、ね、全然興味あると思いますけどね 好きなんでその人前に出るの好きなんであ。そうなんですね。あ、あとやっぱり、あの、僕、この映画を見た感想としては、その。まあ、すごいシンプルに言うと、阿寒の街にすごい行きたくなったんですよね。あ<ー>今まで、その釧路とか、まあ、札幌とか、まあ、帯広とか、こう、いろいろ。有名なところ行ってきたんですけど、やっぱ阿寒っていうのは、ずっと行ってこなかったんで。あの、まず、あの、街並みも美しいですし。 まあの湖も綺麗ですしあのコミュニティの中でやっぱりちょっと何日か生活したいなっていうふうに思ったんですよ。うん、それって多分あの、まあ、フォーリナーというかそのツーリスト的な視点じゃなくてもうちょっと何て言うんですかね生活のなんかこう描写がしっかりしてるからだろうなと思ったんですよね。うん、あのこののの少年の陶芸校の道とか、うん あとちょっと森の中に入っていくときの入り口とか、うんうん、ああいうそのロケーションというのはどういうふうに選ばれたんですかいやもう本当に回って、まあ、もちろんその絵に入るっていうのもそのできるだけ選びましたけど、うん、まあそれと本当は、あとはもう、あのできるだけあの現実に寄せるっていうことで、登校してる道も本当に学校に続く道だし。はい あ,うん、あれも実際のじゃあ本当に登下校の道なんですね。そうですね、あそこを歩いていつも学校行ってました。ああ、なるほど、じゃあリアルなんですね。そうですねまあ、もちろんその映画にする中で一部脚色してる部分もあって、はい、あの一番美術でこう装飾で作ってるのはあの主人公の家で、<あ>あ<の>そうなんですか、はいえー、と主人公の,あの、はい、監督とそのお母さんは、 あの映画の中では民芸品店はあの営んでいるんですけど、うんあの、現実ではあそこに住んではいますけど、民芸品店はやっていなくて、うん、なのでその、違う人のお店を借りて、で住んでる家もその装飾で作ってやりました、はいまあ。あとはもうほぼほぼありものですけど。ちなみにちょっと今更になっちゃうんですけど、そのこの一応チラシにも書いてあったんですけど、アイヌモシリっていう言葉の意味ってちょっと今説明していただいてもいいですか、はい、今更ですけど、こタイトルになってる。えーとですね あのー、裏にも確か書いてますけど、はい、用語ちょっとした説明があるんですけど「神の国」っていうのがカムイでカムイモシリでそれに対する言葉としてこのアイヌモシリ人間の世界っていうのがあるんですけどまあその,そのなんていうかそのアイヌの精神世界というかそういうのの,この象徴する中であの使われる言葉で。 あのアイヌっていうのはアイヌ語の中では人っていう意味で、うん、だから人間の、まあ、大地っていう意味です、ね、でカモイっていうのが割と神的なことになるってことなんですねそうですねあ<ー>でまあほんにやよ,ろよろずじゃないですけどいろんな神様はいろんなところにいるっていう考え方ですけど、はい、これをタイトルにしようと思ったのは何てだったんですかアイヌ教えっていうのはうんまあその神様の話も出てくるしうーん でそのまあ、厳密に言うとその北海道っていうのアイヌ語で違う言い方もあるんですけどその最新の,あの研究ではヤグモシリっていう言葉があるんですけど、まあ、そのアイヌモシリっていうのも言われてたりあとはそのえっとですねあのこう北海道の中でそのアイヌの,こう人あの権利というかそれをこうどんどん主張していく中でこう使われた言葉っていうのもあって何ていうか このまあ、映画の中でもセリフで出てくるんですけど、まあ、北海道っていうものはもともとアイヌの、あのー、大地だったその土地だったものが、まあ、和人が奪って今あるっていうそういうなんていうか意味というか、まあ、ニュアンスというか事実歴史上の事実も、まあ、含まれていてそれをこう声高らかにあまりにこう強調していってしまうとまたこう政治色の強いものになってしまうんですけどそうじゃなくてその、まああのまあ、リマインドというか。 そういうい意味も含ま、うんはい、まれてますあの、まあ、ちょっと30分過ぎたんで、あのちょっと議論をですねもうちょっと深いところに行きたいなと思っていて、はいあのー、この映画の中で僕が一番感動したのは、ですね多分これ、僕、推薦コメントにもちょっと書いたんですけど、あどあの結構民族学が好きで、あの柳田邦夫とか、はいまあ、読んでたり、その埼玉のラッパーっていうドラマ版で、塔の,の編とか撮ったりしてたんですよね。 でそうなんですよ、遠野輪で行ってわざわざね、あのカッパを出したりとかしてたんですけど、今回のこのアイヌモシリの中で描かれている、ある、まあ、描かれているか、テーマになってる儀式があるじゃないですか、うん、これが本当にすごくて、あの多分具体的には言わないですけど、あの映画を見る、たぶん楽しみを奪っちゃうんで、これをと撮るっていうことが、あのー、相当な異様なんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。うん であのなんで儀式、まあ、儀式って結構お祭りとかも儀式だったりとかあの結構八戸の何ですか踊りを見に行ったりとかその埼玉ラッパーの東北編を撮る時いろいろ僕もまあずっと青森から南下しながらいろんな、まあ、儀礼とかあのお祭りとかを見てきたんですけどこの赤寒の儀式ってあのまずどういうとこからこれにこう何ていうんですかね気づいたというか。 これにもう映画にの主軸にこれを持ってこようと思ったんですかねえっとそれはいろいろこう阿寒だけじゃなくていろ、うん、んな各地に行ってあの話を聞いていくうちにあのまあその4万手っていうその熊作りの儀式っていうものですけど、はい、でそういう それについてもまあいろいろ聞いたりとか、まあ、他の祭りとか他の、あのー、儀式についてもなんか聞いたりしましたけどやっぱりその,、あのー、そのイオマンって熊送りの儀式に対する思いとかその考え方、まあ、いろんな考え方があってそのなんかこれほど本当に、あのー、なんていうんですかね、まあ元々 生活その精神世界とかあとはアイヌのその文化の集大成って言われていたものがまあ日本政府が禁止にしたりとか、うん、あのどんどんやられなくなっていてで最後にまあ公式でやられたのはあの白鵬で1990年なんで30年経ってるんですけど、はいあのー、その中でアイヌの中でもやるべき賛成派と反対派がいて、うん、でその理由もさまざまで。で そのこれほどそのいろんな思いだったりいろんなその考え方の違いだったりそういうものがこのなんていうんですか描ける題材が見当たらなかったっいうのが一番多くてただそのやられてない理由もまあ本当にいっぱいあるんですけど例えばまあ動物愛護団体の反対だったりとかでそのあの必要以上にその残虐性だったりとかそういう。 あの違うところは描いてはいけないっていうのもあって本当に描き方とかにはあの気を使いましたけど「うん、あのエオマンテ」っていうのをそのインパクトあるのをこうドンって出そうとかそういうことではなくてそれを通したその人の葛藤だったり思いだったり考え方を、うんまあ、現代の愛の描くっていう中でこれを通して描けるなと思ったのがいや、うん、でも本当にすごいですねあのお祭りとかを映画のクライマックスに持ってくるっていうのは結構よくある。 ですか派手なシーンを作るとか最近、まあ、だと,あのもうちょっと僕も見直したんですけどあの森崎東監督の遺作になった「ペコロスの母に会いに行く」とかっていうのは、うん、長崎のお祭りとかを舞台にあの、うん、しててその中でその主人公たちが一つの何かこう成し遂げていくみたいなことってよくあるんですけどこの、まあ、それはあの一つ僕も好きな,なですかお祭りがクライマックスになるっていうなんか定かではあるんですけどアイヌモシーンの場合っていうのは あの決して答えが見つかからなないい儀式じゃないですかそのやることがいいことなのか悪いことなのかとかそれをその継承していくことっていうのの意味っていうのが多分映画の中では絶対に答えが出ないことをあえてやってるっていうのはこれはすごいなと思ったんですけどまああのなかなかちょっと映画をまだ見ていない方がほ,ほとんどだと思うんであの言えないと思うんですけどなんかこう言える範囲で大変だったこととかあります <laughs> <laughs> 相当大変だと思うんですよ、これ。いや、大変でしたね、まあ、うん、あの現実的な撮影の話でいうと、そうですね。まあ、まずマを撮る、撮影するっていうのは、とっても大変なこと <laughs> <laughs> 大変ですよね、これね、僕、本当は自分が撮るなったら、もう嫌ですね、これね。だって、あの、街の人も全員、こうなんとなく説得しなきゃいけないわけですよね、<そ>映画でこれをやりたいんだっていうことああ、そうですね、それはもちろんそうですし。 あのー、で実際やるってなってお客さんでこう招かれて違う場所に参加したことはあってもその自分たちやったことがない人がほとんどなのでほとんどというか基本的にいないので今の世界では、うん、あのもっと年配の違う地方のもっと年配の方にいろいろ意見を伺いながらあの、まあ、再現ですよねそれをやっていったりとか、うん、まあ いや大変ですよね、はい、これね、本当、気が遠くなる作業を経て、この映画のクライマックスというか、まあ、後半が完成してるんだなと思うんですけど、うん、あのもう一つ、その儀式っていうものが、僕が何てうんですかね、こう2020年で、何ですか、ちょっと特別にやっぱり思うようになったのが、まあ、これ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、結構、知り合いがですね、今年やっぱり亡くなる方が多いんですよね。うん でその亡くなって、あのーまあ、友人だったり知人だったりが亡くなったんですけどそのいわゆるコロナなんで人が集まることが禁止されてるじゃないですかそうすると葬式ってのはできないですよね大っぴらに、うん、で大っぴらに葬式ができないとどうなるかっていうとその大事だった個人を送るっていう儀式がなくなっちゃってて多分、あのー、誰かとその残された側が集まって顔を見合わせて何か祈るとか。 もしくは一緒に泣くとか、もしくはなんか過去のその人と会った歴史を語るっていうことって、意外とその残された人たちとかコミュニティにとって大事なんじゃないかなと思って。で、あの、割とだからそういう儀式が今年できてないんで、ずっとなんかその人のことをどう捉えたらいいかわかんないまま僕はいるんですよね。そういうものがこの、まあ、洋マンテに象徴される儀式って多分、 もうちょっと大きなスケールでこの村っていうものをなんか支えてる気がすごいするんですよね。あのこのアイヌの文化が、えー、と成り立っているなんですか自然との共生だったりとかもしくはなんか生き物の命を食べるとかっていうことをなんとなくこういう大きなものがあったからこう,なん,ていうんですかねみんなが支えてこれたというか、うん、これが多分共同体としてできないで個々で、ね それに対して責任取れってなると結構大変なことだと思うんですよね。うん、だからそこまでの何てうんですか射程距離で多分この映画って儀式を描いてるんでちょっとあの見たことのない映画だなっていうふうに思うんですよね。うん、そこら辺ってなんか撮りながらこうまあなんかこう福永さんの中で変わったこととかってあります僕の中で変わっったことっていうかけどあの 本当にいろんな理由が、あのー、映画の中の要素で決めた理由ってありますけど、はい、その今あの井出さんの話を聞いててやっぱりその描きそのこの儀式をその映画の中で描きたいと思った理由の一つに、うんまあ、さっき言ったそのこの今の絵の描く中で他に題材が見当たらなかったってのもありますけど、うん、やっぱりそのこれの儀式は内包するものっていうか、うん、それがそのまあ あの本当に何のためにやるのかっていうところで文化伝承みたいなそんな単純なことではなくてもっとそのアイデンティティとかその,その,あの神様との,そのつながりだったりとかすごくその根源的なものをもう今おっしゃったようにその一人じゃなくてみんなでやるから何かこの確固のとしたものをつかめるというか触れれるというかそういうあのに向かってる姿なのでそれっていうのはまあ 言ったら僕もそのアメリカで長いうちにその日本なんでに自分は本当に日本人なのかというか、まあ、当然日本人ではあるんですけどそういう感覚が薄れていく感じをした覚えたっていうか、うん、でそうなったから今あの日本に来てもっと日本のことを知りたいっていうふうになってるんですけど、うん、その本当に何をもってしてあの僕たちっていうのはあの、まあ、何人だとかその自分たちのアイデンティティが。 どういうものがあのでその形成されてるかっていうのをなんかある意味こう問いかを投げかけるんじゃないかとま今までもその例えば福川さんねもっと前の世代であの敗戦直後からこうなんていうかフルブライトの国費留学とかでアメリカとかに留学する学者の方とか、まあ、結構いると思うんですけど割となんか一時期ってこう西洋に行くとどっちかに分かれるイメージがあって。 ドメスティックな日本っていうもののなんか日本性みたいなことをいわゆる右派的な方向に触れて帰ってくる人ともしくはその逆に日本っていうものをもうちょっと小ばかにするような姿勢を持っちゃう人が多分、うん、結構二つに分かれるなって僕は印象があったんですよね一時期に。それが今回のその愛の詩の中で描かれてる儀式っていうのはそのどちらでもなくてなんていうんですかねその 福永さんは日本人って何みたいなことの問いだけで終わってない感じがあるんですよね。うんうん、その一つのなんか共同体を続けていくっていうことってどういうことなのかとかっていう、うん、だからちょっとそばに北海道とか日本っていうよりももうちょっとスケールが広くて、うん、この人たちがんですか、ね、同じ歴史の上にいるっていうことはどうやって成り立つのかみたいな問いがある気がするんですよね。うんうん そこら辺って意識したりしましたいやそうあの言われそういうふうな素晴らしいあのコメントというか視点であの言ってもらうと確かに内包されてるなという感じですけど僕はあのそれあのこう明確にそういうテーマでっていうつもりではなかったですけど<ー>それよりはどっちかというともっとシンプルなあの本当に命をいただくっていう行為にこうから向き合ってるあの儀式でもあるので。 あのまあ、映画の中の,その会議のシーンでも言いますけどあの僕らってあの普通に、まあ、生きてる上で他の命をもらって、まあ、生きてるわけですけど、はい、あのお金スーパー行ってお金出せばきれいにパックにされた肉だったり魚を、まあ、食べてあの生活できるわけで今日、うん、それはどっかでちゃんとその命をあの取った人が他に後ろで行ってできるわけですよね。うん、そういういのをこう真っ向から 向き合う儀式でもあるので、その、なんていうか、その現実ですね、事実っていうか、それをこう、あの,あの提示して、で、問いを投げかけるっていう、まあ、儀式でもあるんじゃないかなと、映画そうですね。まあ、あの、屠殺とかのドキュメンタリーって結構たまにあったりとか、あのまあ、その命の食べ方みたいなことのドキュメンタリーってあると思うんですけど、うん、それを多分、フィクションとして、 映画のの中に落としし込むってていうのは結構難しくて、まあ、それも今回その最後の儀式の中ではちょっとやっぱり、あのー、すごい大きな問いかけをしてますよね。うん、でちょうどたまたまですね今ぐらいにあの漁師の方の漁師というか狩人ウッドみたいな方のドキュメンタリーがやってると思うんですけどうん、うん、その狩りっていうものも今,今問い直されてる感じがあって漁師ってやっぱこうズドンってこう何ていうんですか獣を撃って。 でその、まあ、毛を剥いで肉を自分でこう、まあ、食べるみたいなことですけどそれをまあこうあえてやる必要ないんですけど今やってる方がいらっしゃったりとかしてで本読むとやっぱり面白いんですよね。なんとなくオートメーション化されて見えないところでそういう工程があるけどでもやってることは一緒だよねというか、うん、多分福永さんの後ろに映ってる森みたいなところに誰かが入ってって獣を殺してでと僕らは今食べてるわけで。 あのなんとなくそれがこうアウトソーシングされてるだけで実はあんまり何も変わってないというか、うん、そういうものを何かこ何もしいのアイヌモシーの儀式っていうのは何かこうだから逆にあのそういうの見たくないっていう人もいるのは理解できるんですけどあとやっぱりんかこう、ね、うんどうなんですかねこの儀式っていうものがそのうん 映画を見終わった方でそのやっぱりアイヌの方っていうのはどんな感想を持たれるんですかねこう映画の中でもすごい久しぶりに映されてるわけですけど、うん、まあこれから聞いていくところですけどあのー、まあやっぱりその意図がまあこの間その試写に来てくれたの方の話とかもありましたけど世代そのまあまずやっぱりこの儀式に賛成かか反対かかっていうところでも まあ多少意見も分かれるかもしれないですけど当然その例えば映画の中であの会議で反対の人は実際現実でも反対なんですけどその映画を撮ることにそれを映画の題材として描くことには反対してないからさんあの出演してもらってるわけですよねだからその要するに何をやるかというよりはその意図だと思うんですよねなぜやるかという。そそそれはのの見てもらった時にそのやったにやぱり かってこの儀式の名前だけを聞くとどうしてもその残,虐あのその残酷なそのシーンだったりとかそういうのがこう過剰に描かれてるんじゃないかとかそういうことを懸念すると思うんですけど見るとあのちゃんとそ,のそこじゃないところに焦点がいってるっていうのは分かってもらえると思うんでそんなにあの懸念してないというかまあ対話であのちゃんと分かってもらえるんじゃないかとは思いますけど。 まあ、あとやっぱりこの少年がですね、えっと、本当にすごい透明な眼差しというかあのすごいなんていうんですかねお客さん以上に多分透明な視点を持ってるんでそこで清潔感がこうやっぱ保たれてる感じはあるんですよね。ねだ福永さんがこの少年に何かをなんか背負わせてないというかあの本当に彼の心に多分映ったものをなんか撮ろうとしてるようなちょっと感じがあって。 少しでもこうなんか福永さんの主張みたいなのが仮に託されるとお客さんってやっぱり鋭いからわかるじゃないですか、うん、それが今回なかったんですごいニュートラルで本当この少年の気持ちとともに見えてたっていうのはありますよね、うん、そうですねあのまあ見る人からするとモヤモヤしちゃうかもしれないですけど、うん、あのやっぱりその今井出さんが言ってたことはすごく意識していてその自分の あの作為というかそれを押し付けすぎないっていうのは気をつけて、まあ、問いを投げかけることはするけど、うん、こう押し付けがましいその答えは出さないというそれはもう見ている人に託すっていうふうに姿勢でやったつもりだしそのアイヌを描くというよりは本当にあのすごくシンプルな言い方をするとこれは少年がルーツに向き合って、はい、でこうそのルーツと恋愛をつけてあのつける過程というかそういう成長の話なんで。うん そのまあ、アイヌっていう題材は大きくありますけど、本当に誰でもこう共感できる人の話なんじゃないかなとは思いますそうですね、多分ですね、あのこれが、まあ、あの完全にその一観客の意見ですけど、まあ、ある種あの、もしかしたら人によってはこの少年っていうのは、なんかすごい幸せな存在な気もするんですよね。うん、あの彼ののようにその 歴史性のあるルーツっていうのが持てない人の方が多分多いはずで今の現代の日本ってまあだからこう何ていうんですかねあのー、変な人にかぶれちゃったりとかすると思うんですけど彼は一応その先祖が脈々と築いてきたルーツっていうのがあって向き合うべきものがあるっていうのは逆に幸せな気もちょっとしますよね。 僕はその着物の着方今知らないし、うん、別に日本あの舞踊みたいな踊れるわけではないけどわかりやすく誰かが担ってくれてるかそこにこう危機感を持たないわけです、うん、それがもうちょっと先の未来にその間の皆さんはもうちょっと深刻というかあの違うあの状況にいて、はい、接してるっていうのでそんなにそのなんていうかまあバランスといったらなんですけどその。 大きなテーマというか、その問題みたいな。うん、課題みたいなものはそんなに変わらないというか。ま、僕はなんかほん埼玉で育ってあのなんか入り江って名前ですけど海ないですからね。埼玉に <laughs> <laughs> どこのそ先祖どこだったんだ？みたいなのがあって <laughs>。まあ、親父とかなんかこう。ほんルーツをたどるような家系図を調べたりしてましたけど、でもずっと内陸の方だよなとかって。 逆に多分ですねあの、僕みたいに日本にいるとそこって、無自覚でも許される部分があって、うん、福永さんみたいに一回ニューヨークとかアメリカ行くと、うん、そこって一回問い直さなきゃいけなくなりますよね、やっぱりね。そうですね、まあい、行ってなかった、やっぱ出てなかったらそこまで思ってなかったと思います。特に映画監督とか俳優ってその、アメリカに行くと、アジア人っていう枠になるじゃないですか。うん、俳優なんかそうだと思うんですけど、多分中国人でも韓国人でも日本人でもよくて。 アジア人枠って一つしかなかったりするじゃないですか。はい、そのアベンジャーズみたいな映画だとしても、はいはい、そこをなんかみんなで取りに行くから、<laughs> じゃあ自分のルーツって何なんだとかってすごい問われる気はするんですよ。うん、し,しかもその枠が大抵三枚目ですからね。<laughs> そうですね。<laughs> 女性は美しい役があるけど、男性の、はい、大抵三枚目ですよね。そうですね。二枚目のアジア人枠はほぼない、ね。二枚目のアジア人枠はイビオンホンとかに取られちゃうんじゃないですかね、絶対、うん。 かろうじてす特に映画監督とかになると余計にそのルーツっていうものが、うん、あの海外でやってる方が難しくなって、うん、で多分僕がその福永監督がやっぱりちょっと異質であの本当にこういう方が同世代にいてよかったなと思うのはやっぱり外に1回出てることによって何か相対化されてるんですよね。うん あの僕ら日本で活動している映画監督とはちょっとやっぱ視点がちょっと違うというかまあその一回早退したから北海道のアイヌっていうものにもう一回戻ってこられたみたいなのが多分あるはずでそうですね、うんうん。じゃなかったらもうちょっと多分何て言うんですかねここまであ,のある種リスクもあるしあの途中でねもうこれ以上進めないっていう可能性もある題材じゃないですか。 うん、そこに行くっていう、なかなかことはできなかったんじゃないかなと思って、うせめてちょっともうそろそろであの、締めの時間になりそうなんですけど、なんか質問とかがあれば、受け付受け付つつ、福永さんの今後、この、まああいのもし、あこれを見てもらえれば、あのあこれはすごい気合いの入った映画だって、多分誰しも分かると思うんで。 あのちょっとじゃあ、最後にちょっと福永さん、これ、宣伝してもらっていいですか宣伝あのそうですね、もうたくさん話させてもらったんで、これ以上、10月17日から、はい、東京はユーロスペースですよねそうです、はいその後全国順次公開という感じで。はいはい 本当は10月に入ってから僕は本当に今、ミニシアターを勝手に応援する活動をしていてあの応援したいんですけど多分、僕は出々のこの撮影真っただ中で多分 <laughs>、地方都市にいるんであの遠くから願ってますけどまあ、でも、はい、あのこれはぜひ2020年に見てほしい映画だなと思いますよねあ,ありがとうございます。あとあれですね、札幌のシアター機能でも公開になるんですね。 はい、そうです札幌もシアタキノのはじめ各地、道内各地に配給の方は取り付けてくださって北海道ってミニシアタは結構もう少なくなっちゃってて僕が馴染みのところだと苫小牧のシネマトーラスさんうあそこの堀岡さんともちょっと先月ぐらいに会ってきたんですけどぜひやっぱ北海道で上映いっぱいしてほしいなというのが。 だしそのやっぱ、あのー、この映画はアカンの今生きてるその愛の皆さんを題材にして描いてますけど、うん、これが全てではなくてもちろんそのもっともっと足したような、あのー、いろんな意見だったり考え方を持ってる皆さんがいるんで、うん、これをこうきっかけにさらなるなんていうか理解というかそっち側に向かえばいいなと思ってますし、うん、その映画の上映の機会で出演し,してくれたその皆さんと。 例えばそういう、まあ、トークとかそういうあの話し合いの機会を設けてその映画からさらにこう広がるあのえ<動>この人たちがあれですかトークしてくれるんですか出演者の人があはいこの色できるだけお願いしますえー、本当ですか舞台挨拶もくも来てもらえるはずですわめっちゃ見たいっすね普通にどういう方なのかやっぱな見たいですよね結構そのままでびっくりするかもしれないあ本当ですかデボさんとか特に <laughs> そうなんかねそのデボさんとか っていうその地元の方と一緒になんか同じ映画の中にリリー・フランキーさんみたいな方もいるっていうのはね、不思議ですよね、なんかね。うん、これ、リリー・フランキーさんはどういう経緯で出ることになったんあれは、まあその、うちの話とはいえ、やっぱりその外の視,視点というか、うん、それもそのあのうちを描く上でその必要、そういう事務としていう,うになって。はい でその観光客とか本当に一言とかそういうところは別ですけど、まああのー、あの新聞記者の役だったりあとはまあ三浦さんの,あの教師の役、まあ、結果的にすごくあの編集の後に短いシーンにはなりましたけどそれはなかなかそのあの俳優じゃない皆さんの中に入って普通にするっていうのは結構ハードルが高いことだと思うんですけど。<laughs> うん それをまあであのこの人ならできるんじゃないかなっていう人がまあ少なかった中で。この映画の、ね、プロデューサーになってるエリック・ニアリーさんってねニューヨークの,あのなんですか、ね、ポストプロダクションの会社をやられてる方ですけど、はいあのー、エリックのプロデュースしたシェルコレクターとかもねねリリーさん出てたりしますよ、ねあそ,うですね、そのつながりはおあの大きかったというか、うん、そこからまずそのエリックからリリーさんの場合はお話を。 僕もニューヨークの映画祭に行った時はだいたいエリックの家に泊めてもらってます。そうなんですよ。うん、あの意外とにあのすごいあれですよね、えっと、なんだっけ誰か映画監督由来の映画の,そのフィルムの復元のとかやってて、修復をやってますよね、三正太夫か、はい、か右月物語の修復とか。古い日本映画も あのデジタルに修復して、ね、映画祭であの上映したりとかもしてそのエリックさんがあプロデューサーに入ってるんだと思ってうんなんかこうなんとなくこのワールドワイドな世界観っていうのはすごい分かりましたね、うん、それとまあ日本側で三宅さんっていう方がはいっ,ってんですけど、はいはい、その2人で、はい、2> ちなみにまあこの「アイヌムシーは」は、まあ、公開決まってますけど今後のなんか活動のなんかお話があれば前さっきちょっとでした、はい あはい、次の映画ってどうですか次の映画、なんか構想とかあるんですかあ,あまあちょっと東北を舞台にした話を。いいですね。えっとはい、また、多分井出さんと興味がいや、僕ね、東北がやっぱり好きで、<laughs> 寒いところが僕は好きなんだなと思って、最近。うん、なんかこう、身が引き締まる感じというか、うん、うんでやっぱり埼玉ラッパーのドラマ1っていう時には、 あの青森の本当に最北端から、まあ、岩手で遠の一ってとかっていう風にやってきたんですけどやっぱり何んですかねこうぬくもりみたいなこともあったりして、うん、その昔の童話にあるようなこととかその,塔の物語にしてもちょっと怖い話もあるんですけど基本的にはコミュニティの中の話じゃないですか。うん、でなんかおばあちゃんが孫に語ってあげるみたいな話だったりとかして。うん ああいう、なんていうですかね、まあ、民間伝承というか、まあ、あれは柳田邦夫が集めた話ですけど、こう、人の口から口に伝わっていくようなっていうのが、なんかすごい好きなんですよね。うん、とか、なんか、福永さんがそこに、こう、さらに行くっていうのは、すごい楽しみですね。ちょっと頑張ります。どうなるか、頑張ります <laughs> <laughs> ちなみにさっき、えっと、もう一個、なんか告知で、あのちょっと雑談で、ちょっとですけど、B ポの。あ、はい。えー、っとですね。 えっと BEEPO、えー、ーーってその団体、えーとはい、文化庁から資金が出てる、えー、とヒエルの団体と、あのー、その新人監督というか、まあえーとーまあ、長編1本目から3本目までの企画で、えー、脚本ラボを、えー、と来年からこう立ち上げる企画にアドバイザーというかそういう形で入ってまして。 で本当はその3人選んでその3人こうニューヨークに、えー、あので脚本の,のコンサルタントとかいろんな人から話を聞いてっていう研修だったんですけど、うんまあ、コロナでちょっと行けないので来あの1年目の来年はこうオンラインなんですけどそちらの募集が10月20日まであるのでもしその,あのはい。 まあビーポって、ね、若手の映画監督とか作家を結構支援しててあの映画を撮るチャンスを与えたりとかしてる、まあ、有名な活動をやってますけどこれは脚本なんですね。これは脚本ですね。そしてそあとはその企画のフィードバックをもらったりとか、うんえっと、コンサルタントは基本的にみんなアメリカ人なんですけど、はい、ちゃんと間に通訳が入って、うんえっと、英語というのは全然必須ではないんですけど、はい、そのなんていうか うん、その外に向けたというか、まあ、題材が日本であったとしても、うん、その海外にものオーディエンスにもその伝わるにはどういう方はどう,いう、はい、してったらいいかということに、まあ、フォーカスを当てたプロすごい、世界の中でこう、まあ、ちょっと日本以外でたこつぼ化しているところがあると思うんですけど、うん、ちゃんとなんてうんですか、ね、普遍性みたいなことを持った脚本を作れるチャンスではありますよね。そそうですねその、うん やっぱりまあなんていうかその、あのーまあ、客観的にその才能はたくさん本当にあると思うんですけど、うん、どうしても何ていうか、あのーまあ、視点といいますか海外の人が見た時にこうちゃんと分かるようになあの話というか作り方というかそのがまあ、うん、もう少しあってもいいのかなというかそ,の、うん、そういう。 あのにはどうしたらいいんだろうっていうところからそのまあビー o がそういうえと人材をもっと育てたいっていうことでこれ長編映画3本以内の監督だったらまあ応募できる、まあ、僕はだめなんですけどこれでも本当にねオリジナルの脚本を持ってる方は皆さん応募していただいたら多分すごいいい機会になりますよねはいきっとそうなんじゃないかなともしかしたらそれでね海外の方でじゃあお金出してみたいな人が。 出てくるかもししれないしそれはまたちょっとさらにでもやっぱり人のね脚本を読んでもらってあの何ですか、えー、意見をもらうっていうだけでもかなり大きいですよね。やっぱりその作ってる段あの脚本の段階からいろんな人の意見を聞いてそのどうしたら伝わるか効果的にその,そのテーマっていうものをこう絞っていけるかっていうのは。 あのこの,その今ある企画だけじゃなくて今後の、はい、そのにもきっと役立つことだと思うので、うん、僕も実際いろんなラボに行った経験が本当にあの大きなそこから影響は大きいですねやっぱ、福永さん、今回ちょっと語りきれなかったですけど、ま、だ舞台挨拶とか、ね、トークショーでしゃ,べしゃべっていただくと思うんですけど、まあ、プロデューサーもそのエリックさんが入っていたりとかその撮影監督も海外の人じゃないですか。はい そこの話も面白くて、まあ、ちょっと今日は触れられないですけど、日本人じゃないカメラマンにすることによって、あのこの映画がある種撮れてる部分とかっていうのもあって、そこら辺はやっぱりこう、世界を知ってる方ならではだなと思いますね。うん、あとその、ね、ファンディングにしても、日本だけじゃなくて、まあ、イスラエルとかフランスとか行って、いろんなとこからこう集めるっていう方法があるっていう時点で、やっぱり、なんていうんですかね。 あのー、ちょっとワールドワイドな企画ができますよねラボに行くっていうのはそこでその経験だけじゃなくてそこでその、はい、いろんな人の目に触れるっていう効果もあって、うん、でその今回その日米中合作なんですけどその中国の投資家っていうのは、うん、あのイスラエルの脚本ラボに行った時にあのプレゼンが最後にあって、うん、そこであの知り合った投資家から。うん あの出資ししててていいいたただっていう経緯がありまし <laughs> すごいですよね,それね、イスラエルに行って中国人から出資してもらうっていうね。アイヌの映画をピッチして。アイヌの映画をすごいですよね。あちょっと今ね、あの公式の方から YouTube の方にコメントあって、北海道で11月14日からシアター機能公開みたいですねあ、はいで。あとシネマトーラスさんと、あの浦川大黒座って、<あ>浦川僕も一回行ったんですけど、 その劇場の前を車で通過しただけであ、このところに映画館があるっていう、うん、大黒座さん、一回行ってみたいんですよね。しかもなんかクリーニング屋かなんかと一緒に、そう,そうそうそう、そうなんです,んですよで。僕が行った時に、あの、はい、挨拶と思ってあの、リベリアの時にかけてもらって、はい、あのそのとのあいのリサーチをしてたんで、車で通ったんですよ。はい、なんでその、のあ、じゃあ挨拶と思って行ったらいなくて。はい <あ>そしたらあとでそのクイーニング屋のほうにいたと <laughs> そう。映画館のほうにいなかったんですけど。いなかったらしいです。はいえー、僕なんかねあの昔馬を取りに行ったことがあってある仕事でであのー、えっと大、まあ、土浦川のもうちょっと奥のほうになんかそういうところがあってその時に大黒座の前を通って、ね、ああこんな古い映画館あるんだと思ったらいまだに頑張ってやってらっしゃって。 僕のビジランティって映画も上映してくれたりして、一回やっぱり行きたいですよね。あと、シネマアイリスさんでも公開決まってるみたいですよ。あれさす函館ですかね。はい。あいいですね。他にも最終決定ではないけど、ちらほら名前は聞いてあそうなんだ。あと、個人的に福永さんに言ってほしいのは、あれですね、沖縄ですかね。ああ。やっぱこの映画沖縄で上映した時にどういう反応があるかって、意外と。 あ,のある種の掃除系だと思うんで、うん、お客さんこの映画をどう見るかっていうのは、すごい興味深くて、多分いろんな共感を抱いてくれると思うんで、そうですね、死者に沖縄出身の俳優の正言さんが<あ><の>来ていただいて,てすすご、そういうことを言ってました、あのじっくりお話しするときは、そのときちょっとできなかったんですけど、うんあの、自分の沖縄の話と共感して見てました。 でもちょっと多分その気候とか風土っていうのの違いもあってかなり違う進化をしてきたと思うんですけど根底、うん、にあるものって多分近いんじゃないかなと思って、うんうん、なんかどういう反応が出るのか僕も本当にちょっと沖縄とかで上映があった時見に行きたいぐらいです。タイミングがあれば じゃあすみません、ちょっとそんな感じでお付き合いいただいてありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ああのまあ、この動画はずっと残ってますんで、あの僕も折り見つけずっと宣伝してきますが、ああのあじゃあ最後にちょっと見ていただいている方、もしくはこの動画を後で見る方に、福永さんから一言だけコメントもらえると。あ、えー、10月17日から、えー、長編2作目のアイヌ・もしが公開されます。えーと まあ今日たくさん話させてもらったんですけど、本当にあのえっとアイヌの映画っていうとこうこう肩肘張ってというかすごく肩苦しい映画なんかなって思っちゃう人もいると思うんですけど、本当にその少年の成長のする話なのであのこうフラッと軽い気持ちで見てもらって何か感じ取ってもらえればと思います。よろしくお願いします。いや本当素晴らしいやと思います。あの成功になってますんで。あありがとうございます。はい。 まあ、あと福永さんと日本映画っていうものをちょっとやっぱ少しずつなんかいい方に変えたいねみたいなこともちょっと話してるんで、はい、そこら辺も、あのー、やっぱりこういう2020年っていう、ね、かなりなんか特殊な1年になったんでなんかあのせっかく福永さんも日本に帰ってきたことだし進めていけるといいですね。うん、もうそのためにはやっぱりもう メジャーインディもを行ったり来たりしてる入江さんとかの力も絶対しないうもう <laughs> そうですね、まず出身の子を無事に取り終わったらまたご連絡しますんで、はい、あのやっぱり久しぶりにちょっとインディ戻って、その福永さんとかがリベレネの白い位とか、まあ、今回はちょっとね、相の尻は微妙なところだと思うんですけど、まあ世界的に見たらインディペンデントじゃないですか。うん なんかそこらへんのこう垣根っていうものを多分もうなくなっていくんだろうなっていうのもあるんで、うん、じゃあその監督だったりスタッフだったり俳優だったりもしくは配給会社とかっていうのがどういうふうになったらハッピーなのかみたいなことは、うん、ちょっとまたあの近々お話し,したいなと思ってますんで、うん、ぜひよくしていけただらと思います、はい、また主の子が終わったらご連絡しますはい頑張ってくださいじゃあすいませんあの今日はお忙しながらありがとうございましたありがとうございましたはい じゃあ配信終わります。はい。